ちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチャビットアを始めていきたいと思います。今回はアジアチャレンジトロフィー最終戦、予選最終戦バラマンティ戦です。2連勝ですね。これに勝たないと上がれないってことになります。引き分けでもよかったっけ。これはすごい強いな。やっぱり強いわこのチーム。そんな簡単にはいかない。もう2枚持ってますね。7個やばいな。しかし7個は強い。絶対無視できないしな。に相手の方が勝率が高い。思った以上に差つけられてますね。勝つことが絶対条件です。一応1引き分けですからね。引き分けでは届きません。早くも攻められてるぞ。危ない。反則取られてもおかしくなかった。ゴール前それにも注意しないといけません。来たか。流れてしまった。残念。先取点を奪われてしまいました。諦めてません。サポーターは早いとこ点を返してつなげたいところ。うまい。取れに行った。なかった。センタリングが流れたことも大きいですね。早くまたピンチ。さあ取られてしまいます。落ち着いていった方がいいが。これは思った攻撃。さあはまれば。いやー、ここで決められないか。前半もう終了です。中盤に部下が集中しますね。
しない理由はないです。変えていきましょう。なんと落ち着いて同点になりました。勝てば決勝進出です。これはダメだ、反則です。イエローカードをもらってしまいました。ここで緑からエリカにタッチです。これはノーホイッスル、止められてしまいます。フーッと優秀、おっとあーと、今のはチャンスだったが、敵のマークも厳しかった。マツケが落ち着いてキャッチします。見てますね。さあ、なんとしても点を取らないといけません。我がチームは、もったいない。これ点取られてしまうと絶望的になってしまいます。オーボー、ヒューイットの持ち込みがすごい危なかった。結局サッカーってこういう個人プレーなんですね。久保奈々子の武器も良い。サチコはナイス、つなげていきます。エリカ落ち着いて、あーっともったいない。時間がもうほとんどない。攻めますが最後まで、アディショナルタイム1分。さあもう、あーっと試合が終わってしまった。強制だったんですけどね、後半は。早くも決められてしまいます。スタートがすごいな。とにかくディフェンダーが前に出れるようにボールのキープがすごい。レベルの差を感じますね。前半最後のチャンスでした。決定力もな。後半ですね、いきなり奈々子落ち着いてシュートを決めます。ここはうまくボール回しが伝えたシーンですね。なんかいくつかチャンスあったんですが飛ばされちゃいましたね。枠内が1本、まあ基本的にそこまでたどり着く前キーパーが取ったりディフェンダーが頑張ってクリアしたりという感じですね。お、ごくり。いや、ダメですけどね。まあ、結構いい線はいったのかな。
そうでもないか。勝ち点2点差です。前回は3位だったと思うんで、順位は1つ上げましたね。選手データです。 C はもうあんまりなくなりましたね。控え選手ぐらいかな。 D や E が、まあ B が目立ちますね。 A も増えてきた感じ。 S が少ない、ハートぐらいですからね。爪が疲れてる。岩瀬大阪、これは重要な試合が続く。メンソーレ那覇も3位ですから、フラスコが強いな。ちょっと疲れてるのは気になりますが、このフラスコを起点にメンソーレ那覇は攻めていきます。カリバーズ圧倒されちゃいましたからね。で、折り返しの最初の試合、ここはですねリベンジと行きたいとこです。そしてリマス大阪、まあ強いですよね。順位表です。クラーカリバーズは勝ち点が首位と並ぶ2位です。メンソーレ那覇までが同じ勝ち点、勝勝ち負け引き分けをみんな同じ得失点差で差がついているということになります。ということで、次からメンソーレ那覇、リバス大阪、強力な相手と当たります。東京に勝った勢いをここで見せつけたいところです。ぜひ皆様の応援が必要です。よろしくお願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。チャンネル登録よろしくお願いします。高評価も。この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただけると嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。